ゼブレイ松井の空手総診断、よいしょー。どうも、ゼブレイ松井です。売れたら仕事でやるから。あ、ちょっと噛んだからやめてもらっていい？もう一回やる？もう一回やろう。続ける？じゃあもう一回いきますね。ゼブレイ松井の空手総診断、よいしょ。どうも動画です。ゼブレイ松井です。この動画では私の趣味であります手相についていろいろお話をさせてもらっております。毎回ゲストの方を招いてやる心が折れるかどうかでした。まあ、噛んだけどもまだまだやりたいと思います。毎回ゲストの方を招いてその方にまつわるお話をさせていただいております。本日のゲストの方です。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは自己紹介をお願いします。はい、配給から来ました国見明です。国見くんです。お願いします。さあ、そんな国見くんを招いてお話ししたい手相はこちらに注目してください。ここの生命線の上から出ている知能線ですね。国見くんといえば体力を温存しておこうだとか、省エネにして後半で体力をしっかり使えるようにしようという計算高い方だと思います。そんな計算高い方に出るのがこの知能線。横にまっすぐ長い方、先のことを見据えてしっかりと考えることができる方に出る線でございます。あなたの知能線は一体どうなってるんですか？コメントで教えてください。それでは早速ね、国見くんの手相見てみたいと思います。手相見せてもらってもいいかな。手相をね、すっごい嫌な顔してる。手相見せるの嫌なの？帰る？帰んの？本当に帰んの？帰んの？せっかく呼ばれた代表よ、帰んだ。1年でここに呼ばれたのに帰る。結局今日も手相見れなかった。噛まなければいい動画になったと思います。バイバイ。噛んだばっかりにな。噛んだばっかり。松井さん、いいんですよ、最初だけ撮り直しても。いいよ、別にもう2回も噛んだらおしまいだ。